っしゃい。こんな酒飲み女子は素敵。好みが出ちゃうな。上川大雪十勝、こちら紹介したいと思います。どんなお酒でも、まあ、日本酒飲んでくれる女子は素敵だなと思うんですけども、前も話したかもしれないですけど、だから女性が好きそうなみたいなこうフレーズの日本酒って結構こう甘くて香りが高くてフルーティーで、でも実際そういうお酒女の人でもおじさんの方が好きだったりするんですよね。甘いものって女子好きだよねっていう感じの、まあ、なんていうのかな、まあ、イメージがあるので、多分女子に送るんだったらこういうフルーティーなお酒、フレッシュなお酒っていうのもありますが、まあ、それはなんか男女っていうよりは、まあ、飲み始めの方にはフルーティーでフレッシュなお酒がおすすめだよと。で、飲みつけてくると、まあ、何でもそうですけど、最初は、ね、ポップミュージック聴いてるけど、もっとこう音楽が好きになるとやっぱりロックになり、それがまあブルースになりジャズになりっていう風に結構地味な方向にね、人ってこう流れていく傾向があると思うんで、まあ、この十勝っていうお酒は、あの上川大雪っていう、まあ、北海道に新しくできた酒蔵の2つ目の蔵ですね。一つ目はその上川大雪にあって、割と酒質もフレッシュでフルーティーでモダンな感じなんですけど、まあ、この十勝の方はすごい落ち着いた派手さのない地味ないい酒なんですね。で、僕この間十勝行ってきたんですけど、もうね、水がね、やっぱもう全然違うわけですよ。もうあのホテルの蛇口ひねって歯磨く時でももう水がうまいみたいな、そのぐらい十勝の水っていうのは個性があって、まあ、その水を最大限に生かした酒造りというところで、このお酒のこのミネラル感って、要は飲んだこう後味に少しこう塩味のようなね、キュッとこう舌が締まるようなこう後味があるんですけど、心地よいミネラル感を作ってるものはもう水ですね。割とお酒ではその米由来でそういうミネラル感を感じるものと、水由来で感じるものと、まあ二通りある、まあ両方で感じるものもありますけど、もうこの十勝に関してはもう本当にもう十勝の水をそのまま良さを発揮したようなね、お酒で、その分酒質自体は地味で落ち着いた味わいになっているので、まあなんかこういったその地味渋なね、あのお酒をゆっくり、まあ、うまいあてとね飲んでる姿なんて素敵だなと思いますね。まあ、それはまあ男女関係なく十勝今僕のおすすめなんで、ぜひともね一度試していただければなと思います。ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。